警察庁長官が指定暴力団山口組の中核団体弘道会の地元を訪れ、徹底的に取り締まるよう捜査員に訓示しました。弘道会を強力な取り締まりによって孤立化、弱体化させることが必要不可欠である。警察庁の坂口正義長官は、山口組の中核団体弘道会の捜査にあたる愛知県警で暴力団対策の捜査員200人余りに訓示しました。山口組をめぐっては、対立する神戸山口組内でも内部対立が表面化するなど情勢が混迷しています。対立構想の激化が懸念されています。坂口長官は、リニア新幹線の工事で暴力団が資金を獲得しないよう徹底してほしいと捜査員に話しました。